時に伺うっていう話ですけど、伝わってますかね。昨日あの、おかみさんと電話させてもらって、川西浩平です。はい、3時に伺って、着付けをしてもらうっていう予約をしたはずですけど、昨日。はい。で、紋付きの袴を、はい、っていう。失礼します。はい。銀座です。スタッフが来たらまたお電話していただいてもいいですか。その予約できるスタッフさんが来ましたら。はい、080-9732。はい、昨日もちょっと伝えてると思うんですけど、はい、しっかり予約だけ取っといてください。はい、失礼します。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、中に下に乗ってます。ありがとうございます。これインスタに載せよう。めちゃくちゃうまそうじゃないですか。予約の名前にゼロワンで言ってるかもしれない。ゼロワンで言うの、俺その後電話して川西浩平って言ったもん。こっち見て喋んないよ。
え？めちゃくちゃうまいんだけど。香川の最高峰の出汁。マジうまい。普通、いいなこれ、うん、みんなお化粧してるみたい、うん、もう肌触りがツルツル。あマジでうまいですか。プリンの表面みたいになってる。うどんがプリンの、分かる、プリンの表面コーティングされてる、うん、マジでうまい。あと、こっちがちょうどいい。マジモンだこれ、マジモンでうまいわ。うん、あ、こだわってるのはわかるわ。甘い。これマジでな、どう、え、なんかレベル上がってる？あの5を超えた。腰が全然5を超えた。腰がそんなに強いわけじゃないんだけど、うん、腰のレベルは4なんだけど、こだわりが5を超えた。そうそうそう。あのプリンみたいな表面が。本当にそう。5舌触りが。それがそう。これマジでおすすめ。プリンみたいな表面。角が全くない。このうどんはね、香川で初めてだ。初めて。これ本当に初めてだ。5を超えるやつなかなかない。これは体験しか見えない。うん。さすがにマジで天ぷらもめちゃくちゃうまいし。プリン食べたらコシがあるみたいな。そういう舌触り。あと不思議でしょ。コシもなんかめちゃくちゃある。なんて言うんだろうな、噛み切れないとかじゃなくて、ちゃんとしっかり歯ごたえがあるっていう感じ。だから大体のうどん屋さんのうどんは結構ふにゃってなってるところ多いかもしれないんだけど、なんて言うんだろうな、コーティングされつつ歯ごたえがあるっていう感覚かな。
弾力もあるし、しかもトゥルトゥルしてるからめちゃくちゃうまい。トゥルトゥルしてる。想像を超えるね。5点満点中の5を超えた。超えた。初めて5を超えた。でこれなんか評価の台本なんか絶対できないじゃん俺たち。でも結構似てるでしょ感想が。うん。でも2軒目に5を超えることあんまりないから2軒目はエグかったけど。レベチだったらみんな来てもいいかな。本当に、うん、ここのうどん屋さん見かけてくるのも全然ありぐらいのレベルの小豆島ですね。どいていいですか。めちゃくちゃうまい。レベチだ。お疲れ様でした。ありがとうございます。雰囲気もめちゃくちゃいいし、表面がツルツルなのはこだわりとかやっぱあるんですか。本当に美味しいですね。あ、すみません。そうですね。修行したところが、まあ、そんな感じだ。お修行ちょっと取れたのがあまりない。いやいや、取れたからバッチリですよ。あの、56カ所本当回ってるんですよ。うどん屋さんを。今日4日目なんですけど、今25軒回ってて、かなりレベル高かった。かなりレベチでうまかった。すごっ。すごい。ちらから僕は東京です。かなりレベル高かった。かなりトップをされてる人は、はい、あの初めて来ていただきました。すごい珍しくて、はい、今うどん旅してるんで、はい、TikTok でひらがな01で見てみてください。本当に回ってるんですよ。美味しかった。松屋さん、本格っていう本格ですね、ここは。店員さんも優しいし。レベチ。修行したところでって。いやノート。ノート、車の中に。車の中にあります。もう外観も最強にいい。外観の松屋、ここやばい。いや、清潔感あるね。清潔感がある。美味しいうどん屋さんは清潔感が結構高いかも。レベチのうどん25店舗の中でもレベチのうどんだった。これは本当？本当レベチのうどん。俺に合わせてない。マジでマジでうまい。だってそれは一緒でしょ。感想は新しいんじゃない。うん、新しいと思う。今回財布しか持ててない。なくしちゃうから。レベチのうどん屋マスヤ。いやさすがにここはめちゃくちゃうまかったな。25軒目ますや。ますや。これやばいな。本格手打ち。本格手打ち。だって評価の前にこうやって褒めたことないっすよね。麺がビビる。はい。味。味5。5。あ、これもう10上げてもいいレベルで5。で、腰。腰じゃなくて。欲しい麺って書いて麺。うん、麺これ麺だ。欲しいは4ぐらいだけど、これもう6でしょ。6でしょ。これ限界突破したよ。これマジで本当に天ざるマジでうまかったです。もうざるでもうトゥルトゥルトゥルって言ったんで 6? 6でしょ。麺6。
どうでした6でした。もう 6でしょ。5超えたでしょ。5限界突破。麺6。接客5でしょ。接客5でしょ、これ。これ16ですね。限界突破。過去一ってことだ。星16。限界突破の16。で、舌触りがプリンのようで、舌触りがプリン、うん、で、トゥルトゥル、トゥルトゥル、麺がかなりうまい、麺がかなりうまい、うん、いや麺がかなりうまい、味は一緒だけどね、まあどこのうどんや、なんていうんですかこのうどんのうまさ、これもレベチだよ、これレベチだわ、麺がプリンみたいな、本当だよ、トゥルトゥルだもん。トゥルトゥルなんですね、これ角が全く立ってない、立ってない、マジでびっくりしちゃった、ってなったもん、うん、じゃあちょっと僕、ここいいっすか、ここのマス屋で、ちょっと恥ずかしいけど、まあいいんじゃない、ちょっと静かに、静かに行きました、ね、えい、松屋さんはマジで麺がうますぎ、笑ったって思えるほどの麺がめちゃくちゃうまいからさ、俺はヘイヨー、今日 TikTok、 今日 TikTok ライブをめちゃくちゃしてるからさ、俺はうどんをめちゃくちゃ食べた中で圧倒的一番のマスヤ、俺はますますこのいいビートが好きになる、ますますや、ますや、ますや、ますますや、うどんがますます好きになるから、そうそう、ますますゼロワン好きになる、そう、ますます TikTok 好きになる、そう、ますますうどん好きになる、そう、ますや、ありがとうな、そう、ますますいろんなことにありがとうってめちゃくちゃ思える店主最強、めちゃくちゃありがとう伝える旅、本当にこの言葉伝える旅、めちゃくちゃ俺の愛が溢れて、ますますこのビートが好きになり、ますますうどんを好きになる、俺をうどん屋かけ巡るから、俺は本当にうどん屋大好き、本当にみんなマス屋に来てほしい、なんで俺は歌い続ける、俺はゼロワンに伝え続ける、だから俺はうどん大好き、ますます俺はゼロワン好きになるから、俺この服に感謝してる、マス屋ますます好きになる、ありがとう、マスヤさんです、マスヤさん、マスマスヤ、マスマスヤです、マスマスヤ、ありがとうございます、マスマスヤ、爪楊枝1本もらってきて、はい、爪楊枝、爪楊枝1本もらっても大丈夫ですか、はい、爪楊枝1本もらってもいいですか、すいません、おはようございます、すいません、ありがとうございます、すいません、早い早い早い、行くの早いって、行くの早いから、いや、ここ美味しかったな、いや、ここ、いや、逆にここを超えるところも出てこないと思う、もう、多分美味しいとかじゃなくて、感動できるって、うん、何年も生きてきて、
いろんなものを食べ尽くした中で感動できるものってなかなかないよ。なかなかない。あの麺はこだわり抜いてる。こだわり抜いてる麺屋だった。トゥルトゥルを極めてる。トゥルトゥルを本当にレベチのトゥルトゥルだった。次のうどん屋さんは。超えられないかもしれないな。味6行きたいけどね。味6限界突破。限界突破。味6、いやそれはないです。あそこ味だって6。いや思ったのがやっぱおすすめ食べた方がいいわ。うん、おすすめどうでした？うん、あ、おすすめうまい。うわ、海きれい、めちゃくちゃ海きれいだな。外亀、外亀、近くのうどん。あ、手打ちうどん松亭、8時まで開いてますね。手打ちうどんや純。どっち？純の方がちょっと近いかもしれない。ん？あ、純の方が近そう。手打ちうどん純。はい。純。遠いよ。松亭がいいのかな、そしたら。松亭かな。松亭また限界突破。多分もうねないと思う。分かんないけど、あそこ超えるとこある。逆に麺が麺でよ、大体うまいか分かる。一回見たらうどん食べすぎて。山田やってるところ美味しいです。いや、山田？
山田屋ってとこある。でもだいたいわかりません。なんかここのうどん屋うまいなみたいな。そう、麺のツヤとか見て、ツヤツヤだったらあ、これ絶対うまいうどんだってわかる。で逆に微妙なうどんはなんか店内がちょっと暗くてツヤがあんまりない。そう、ツヤがいいね。ツヤが、店内が暗くてちょっと暗めのお店はあんまりうどんは美味しいイメージではないな。だいたい美味しいところは結構店内明るい。うん、まあ、気分的には問題ちゃう。まあ綺麗な店の方がやっぱ、うん、美味しく感じるんで、うん、焦げたないとね。ちょっとそう、なんか美味しくあんまり感じないと不安になっちゃうよね。ちょっと不安。あと、あのうどんは基本的になんかざるうどんとか、なんかあったかいうどんよりざるうどんとかの方が美味しい気がする。コシとかもあって、うどんが分かりやすい、麺が分かりやすい、茹でない方が。どっちの方がいいのかな。ザルが好き。そう、冷たいうどんの方が分かりやすい。もう25店舗うどん食べて分かったこと。3日で25店舗、こんなにうどん食べてる人いなくないですか。いろんな店舗の回って、さすがに。もう波の後に染まる幻を見てる。再びはうどん星から来たんやな。うどん星から来たのかな。うどん大使になりそう。うどん食べすぎて。冷たいうどんの方が絶対美味しいから。お中心来た。山田屋って美味しいんだ。ここから山田屋。小豆島の山田屋って。小豆島がうまいっていうのがね。島の方が高松っていう、島の方がうどん発展してるみたいな。そんなことある？ある。あ、それがあるっていう。島だからこそ没頭できるんじゃない？うどんにこだわり抜けるんじゃない？確かに、なるほど。うん、うどんに人生かけてるじゃん。かかってるもん。あとこの島を愛してる。愛が伝わってくる、うん。愛がうどんに乗っかってるから。あるかもな。確実にある。で家族でしょ、あれ多分家族系でしょ。家族系で、しかもあのあったかい、明るい、うん、あんなに明るいうどん屋さんないから。接客も6かもな、うん、接客も6だった。あれは爪楊枝も出してくれる時すごい優しかったし。本当？うん。あ、高松なんだ。エアコンちょうどいいかな。
自然も超綺麗だし、俺も好きだよこの景色。あとどれぐらい着くの？まあすぐ着くかな。あ、う、あと海が綺麗、海と島が。ここにいる人たちはどういう仕事してるんだろう。この島にいる人たちは。海に囲まれてる景色は本当に景色がいい。小豆島の。漁師さんとかやってんのかな。漁師さんか。魚を取って魚を売ってるのじゃない？あとなんか畑とかかな。日替わり定食とか出したりして世界はうまく回ってるね。小豆島いいな。小豆島いいとこやな。いいとこ本当に。暮らしたいな小豆島。小豆島に、うん、香川に暮らしたいんじゃないの。もうそれはめちゃくちゃ湧いちゃうわ、香川。いいとこだわ、うん、住みやすい。こういうとこ一戸建て買おうかな。のんびり暮らそうかな。マリオと？ん？マリオさんと？マリオついてくるかな。マリオと今一緒に住んでるんだっけ。いや、マリオはどっか行くと寝るとどっか行くんだ、うん、どこ行くの知らん。え、一緒に住んでるんだっけ今。なんか車でマリオが配信してるとき俺コラボしたことある。一応一緒に暮らしてるよ。でもあんまり寝ないマリオ。寝ないんだ。お前でもいるんじゃない。そうなんだ。え、3人ぐらいで過ごしなかったっけ。ん ?3 人暮らしとかしてなかったっけ。だから全員集めるとマリオともう一人カヤちゃんって子がいて、あの太ってる子だよね。それはパルパル。パルパル。できたから出てたでしょ。出てた出てた。マリオとカヤちゃんと、うん、あとリーちゃんっていうマネージャーも、うん、掃除とかしてる。リーちゃんって女の子、うん、おばちゃんね。おばちゃんがいるんだ、うん、一緒に住んでるってこと。いや、まあ一緒に住んでるっていうかちょこちょこ掃除とか来る。あ、掃除来るんだ。ちゃんと給料払ってる。それはいいね。うん、だから、うん、もう来たピとか無理だから。弟子とかもう弟子とかはもうね面倒見きれない。マリオいるしね、うん、そしたら俺は。いや、そんな懐かれても困る。うん、懐いてないよ。さっきますます好きになると考えてなかった。歌でうん、マス屋だったし、マス屋食べた後だったし、ますます好きになるって言ってたけど。あ、言ってるだけ言ってるだけっていうか、俺は本当にゼロワン好きだから。
ますます好きな。好きなら言うこと聞けや。いや聞いてるよ。聞いてねえや。言うこと聞けよ。聞くから結構聞いてると思ってたけど、聞いてねえって。でますます好きになるから、ますや食べてますます好きになった、マリオはどういう人なの？どういう系、どういう系でゼロワンの家に住もうと思ったの？マリオは。とか一人暮らししてて、うん、家引き払ったんだよ。マリオが？うん。あ、そうなんだ。そっから、二人で、ね、暮らして、で会社作ったんだよ。二人で？会社作った後に、ワンライブ？呼んだの。ワンライブだっけ。会社のことも全然やってないからやんなきゃいけないんで、ホームページ作ったりとかね、うんうん、それ配信ばっかしてるからできてないんだよ。お互いそうか。一人マネージャー欲しいね。そしたらだからいるんだって、マリオが。マリオがいるんだ。うん、もう一人、戻ってきたから、かやちゃん。ああ、そしたら坊主の子がね、二人いるから。いいね。俺はもう、俺も家引き払うんだよね。何？うどん旅終わったら。あ、そう。だから家なくなる。あ、そう。だから俺もうどん旅結構かかってて、人生なんか全て全力投資してる。全力ベッドできた。まず荒野の店で働いてたんです。そう。そのチャンスを生かせてない時点でもう無理だよ。才能ない。荒野厳しかった。うん？荒野厳しかった。当たり前だろ。本当に厳しかった。荒野見切りつけられたんで。土下座したし。荒野好き。なんで呼び捨てなの？やめたから。やめたらもう関係ないって。そのやつ絶対嫌だわ。変わったとこだな。お、なんか村民さんかな。雰囲気はあるね。雰囲気ある。雰囲気はある。いい雰囲気する。雰囲気はあるね。8時まで空いてるから。雰囲気はあるね。お客さん来てんのかな。雰囲気はあるね。お前なんでって言うんだろう。エフェクト取ってすぐ着いたら。ちょっと来たっていい。秘宝がある。ん？
構長い。俺が食べる。俺結構食べれる。よっしゃ、食べよう。頑張って食べよう。おにぎり食うとダメだね。うん、おにぎりだと結構お腹いっぱいになっちゃうから。いけんじゃないかな、まあ、すいません、やってないですか？やってます。あのお店がお食事が終わりますので、お土産の方。お土産の方だけは大丈夫です。お土産買おう。いらっしゃいませ。うどんはもう食べれないですか？はい。うどんは食べれないですか？今もお店が終わります。うどん。これ茹でてもらえないですよね。はい。お金払うんで茹でてもらえない。5000円ぐらい払うんで。5000円払うから。はい。茹でてもらえないですか？すいません、もう今もやってる人がもう。やってる人がいない。すいません。どうする？お家でいく。何でも言わせれん。じゃあ、これ、手延べそうめん。これ、そうめん、水島ちょっと重た。あとこのだし料理か、これでかいわ。ちょっと待って、はい、でかすぎる。重たい。でかすぎる。確かにこれでかいな。ちっちゃいやつ、これ1本でいいや。重たい。これこれじゃ、これここはなんかそうめんが有名らしい。そうめんが有名なとこなんだ。そうめん買ってよ。買った買ったんだ。美味しいのかなこれ。2000円になります。何時から開くんですか？ここは食事は2時までなんですね。で、旦那さんが日本の方？はい。あ、フィリピンの。はい、フィリピン。であと52円です。フィリピンバーで出会ったんですか？はい、違う。60円で、はい。あ、2500、はい、2052円で、はい、買ってなかったっすね。どうすんねん。2時までか。お土産しか買えなかった。
しか買えなかった。お土産しか買えなかったな。出る？もう出るというのもあるかもしれない。この初頭、この初頭出た方がうどん屋さんあるかもしれない。正直すんの、これ時間帯なんか調べて出た方がいいんちゃう？どうすんの？高松市内原子炉すぐ隣になんかあるらしい。何？大見でのうどん屋さんってやっぱあれなんか今言ってるな。もう一気言っといた方がいいけどね。よし、来て。あ、松堤が91メートル先にある。どういうこと？ここ、もううどん屋さん91メートル先。ここ松堤じゃないの？ここ松堤じゃないのかな。あ、ここじゃないのかな、松堤。松堤ここじゃないの？ここ違うわ。ここ小兵衛ですよ、小兵衛。ん？小兵衛とか。間違えた、間違えたとこ、間違えたとこ入った俺が間違えた、ごめん。全然いいですよ。そんなこともある。着いた。いや、横なんだ。雰囲気あるわ。あるわ、これあるわ。営業中だし、すごい雰囲気作ってるわ。すごい雰囲気作りの雰囲気あるわ。ブランディングうまいな、うん、このお店のブランディング雰囲気あるわ。ここすごいブランディングしてるな、うん、雰囲気あるね。いや、雰囲気ある。これしかも営業、うわ、すごいな。これ雰囲気あるわ。雰囲気あるわ。お、来た。これ雰囲気ある。いやー、これすごいな、このお店の感じの感じは。さあ、レッツゴー。うーわ、見てよこれ、このブランディングよ。松堤だけに、松堤だけに松がすごい。うわ、雰囲気あるわ。お庭すっごい。これすっごい庭だよ。高松感がすごい。これお店だよ。営業中って書いてある。おー、これこんにちは。じゃあ、これ TikTok で自分食べてるとこ映しても大丈夫ですか？携帯でね。何でしょうか。携帯で自分食べてるとこ映してもいいですか。あ、彼が、はい、どうぞ。いいです。こんな汚いとこで。いやいや、そんなことないですよ。素敵な場所です。松が綺麗ですね。松が綺麗なお母さん、ね、はい、いいです。お邪魔します。俳優の川西浩平です。かわいいおばあちゃんですね。どれ行きます？どうする？どうしようかな。じゃあ、僕、ざるうどんで。ざるうどん一つ。はい、どういったものご注文？ざるうどん。ざるうどんだけでいいですか？おうどんだけとか、おかずもついた、はい、こう定食とかも。定食とかもある。はい、うん、ざるうどんです。それはおそうめんですね。うん、はい、とりあえずざるうどんだけにします。はい、はい、
お一人だけ。お一人だけ。はい。はい、一食で、ザイブの一食でね。くるくるしてない。大丈夫。電波大丈夫？ちょっと止まる。止まる。ちょっと耐えて。26件に少し楽。ちょっと治った。ちょっと悪くなるかも。ちょっと電波3本だから。おばあちゃん一人なのすごいね。のどかなところでいいね。うん、ここ長いのかな。聞いてみたいな。創業。うん、創業。ちょっとくるくるしてる。ウグイスがないと、そう、ウグイスいる。ここおばあちゃん一人で経営かな。ありがとう、おばちゃん。お昼のね、一時だったら湯がきたて食べていただけるんだけど、はい、ちょっとお時間経ってるから、はい、味は落ちてるかも、はい、ありがとうございます、はい。